ここ何回も出てきて最初にマスクして出てきちゃいましてね、今日はちゃんと外してまいりました。本当にどうぞ、純米亭ミシュランと私申しまして、まあ純米お気づきの方あるでしょう、酒好きなんです。酒いいですね、酒。まあその純米酒の大好きな、まあ、酒好きでございますけども、ミシュランですからね。私あのフランス人じゃないんですよ。またあのミシュランとも若干違うんですけども、まあこのあと芸がもっと上手くなると師匠の方からはミシュラン星一つというふうに芸名が変わるんですけども、まあこれを言ってまだ3年経つんですよ。まだ変わってないですからね、まあ、仕方がないです、頑張りますけど。まあ10人よれば際と色とか申しましてね、まあお人柄いろいろ人はいろいろバラバラですね。お世辞の舞い方もいるけばブイトで全然ありがとうも一言も言えないような人、そんないろんな人がいますけども、まあ人それぞれで、どういう人が得かって言いますと、やっぱりこうお世辞のうまいよいしょしてくるんです、そういうふうなこっちの気持ちがふわっとするようなお話をしてくれると結構人間得をするんじゃないでしょうかね。うん、たけさん悪いね、急に来ちゃってさ、呼んじゃって、うん、どうも行くよ、ありがとうございます。いや旦那ね、呼ばれて飛んできたんですよ。うん、まあいつもねこんな汚いなり来ちゃって申し訳ないですね。とにかく飛びました。いや実はねお前さん、晩飯はまだかい？いや仕事が終わってね帰ってきて飯食おうかなと思ったら OB のね来たからさ、急いできちゃったから食べてない。どうかい？実はうちね客寄せをしたんだけどね、そのお客さんが都合が悪くなってね、うん、で蔦屋さんの料理を頼んだんだけども余っちゃったんだよ。お前さん食べてくれるかい？あ、そうでございますか。いやいいです、いただきます、ごちそうさまです。はい、お腹ペコペコ。はい、そうかい。おきよ、たけさん食べてくれるって言うからさ、お膳持ってきておくれ。うん、はいはい。たけさん、それでね、実は大阪の友人がね、灘の吉本って酒を送ってくれたんだけども、お前さんいける口だったよね。旦那、なんとおっしゃいました？灘の吉本かー、私子供の時からですね、およしおの右より灘の吉本っていううまい酒があるってのは知ってたんですよ。飲む機会がなかった。おいしいです。いただきますよ。はいはい、ありがとうございます。お、そうかい。おきよ、一本お調子貫通してくれ。おきよさん、私限らない、いやそのまんまでいい、そのまんまでいい。そうそうそう、いやいや、すいません、こんな、おお、こんな大きいもんで、おいよ、おきよさんついてくれるの嬉しいな。これ通ってね13年ほどになるんですけどね、あなたについてもらったら嬉しいんだろうなっていつも思って、あなたお変わりないね、13年、ちっともお変わりない、着物も帯もおかわりないね。もうおっとお前さん、おっとっとって下げてたらいくらでも入っちゃうじゃないか。え、旦那、おいしいお酒でございますね。お前さんまだ飲んでないじゃないか。わかるんですよ、このコクというかね、盛り上がって、これ灘の吉本初めてでございます。灘の吉本嬉しいですね、初めて。灘の吉本、喉がぽっかり穴が開きましてね、滑るように酒が落ちてくるんですね。おいしゅうございます。はい、うん、おう、お前さんもうまそうに飲むね。え、さ、お膳もやってくれ。タイのお刺身があるから。あの、なんとおっしゃいました？タイのお刺身は、あ、私この世の中にタイというおいしいお魚があって刺身があるってのはご存知、知ってますよ。ということで、初めてでございます、食べたことないんですよ。はあ、これがタイの刺身。はあ、珍しいですね、頭も尻尾もないんですね。それはお前刺身だからね。はあ、そうですか、大胆なご意見ありがとうございます。そうですか、うん、うん、うん、なんだ、私今気がつきましたよ。悲しいとか嬉しい時に泣くが涙が出るんですけど、おいしいものでも涙が出るんですね。本当にまあ、うん、うん、おいしゅうございます。そうかい、そうかい。ねえ、今度隣にほら、うなぎのかば焼きがあるからやっておくれ。え、なんとおっしゃいました？うなぎのかば焼き。はあ、子供の時にうなぎは取ったことないけど、かば焼きみたいにして食べたことないもんですからね。かば焼き、うわ、世の中にはそういうおいしいものがあるって言ったら存じ上げておりましたけど、
いただきます。これがうなととちゃん。そうですか、これが、うん、うん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 、柔らかくてね、舌の上でとろける、おいしゅうございますね、このうなぎの。うまい。お前さ、しゃべるか食べるかどっちかにしなさい。うるさくてしょうがない。うまい、おいしゅうございますね。うん、よし、あんなですね、こうお酒をいただいて、おいしいものをいただいて、ね、ありがたいが、ありがたいの国からかたじけないが飛んできたというか、なんとも言えないいい心持ちでございますね。お前もお前嬉しいね、座って言ってくれると楽しくなるよ。私もご商売したくなって、ちょっと一杯やるかな。うん、おきよ、私もお酒つけておくれ。私はぬるかんでいいからね、頼むよ。うん、あ、そうだ、つまみね、なんか、うん、なんかないかな、そこら辺に。うん、豆腐があります。先日の豆腐。おう、先日ってずいぶん先日だぞ。あれ、まあまあいいや、持ってきておくれ。はいはい、あ、これね、はい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 、言われますね。あらららら、ら、言わんこっちゃね。豆腐だろ、こんな黄色くなって毛が生えてるよ。私は毛が生えてるものは嫌いじゃないけどね、ちょっとこれはいただけない。これはもう置きよ、向こうへ捨てておくれ、捨てておくれ。うん、そうだそうだ、置きよ、持ってきて持ってきて持ってきて、はい持ってきて。それからね、ガラスのなんか入れ物ないか、入れ物。うん、お、塩辛の瓶がある。お、それでいい、それでいい、ラベルが剥がれてる。あ、それでいいか、持っておいで持っておいで。そうかい、ね、これにでね、唐辛子があるんだろ、唐辛子を、うん、全部入れちゃおう。すごいな。うん、豆腐のアベカだね、赤い色だね。すごい匂いだ、すごい匂いですね。しかしまあ、これこれをグズグズとグズグズとグズっとくしてやって、ここに入れる。よし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 、これはすぐ蓋をしちゃう。おきょ、そっち置いといてくれ。で、私が持ってきてって言ったら持ってきてな、まあ、そっち置いといていいから、いいからいいからいいからな。それでね、あれだ、横丁の寅さんいるだろ、寅さん、ちょっと呼んできてくんないか。うん、私が用があるって言って、何も言わなくていいから、寅さん頼むよ。うん、たけさん、ね、お前さんのようにおいしいおいしいって喜んでくれる人もいるけどね、なかなかね、今呼び行かした寅さんいるんだろう、あの人はね、ろくな口聞かないよ、見事に聞かないよ。うん、悪口は言うわけじゃないけどね、本当に困るね。なんつったって知ったかぶりをするところがあるんだ、あの人はな、どうも口が良くない。うん、まあそれでね、お前さん悪いけどさ、うん、寅さん来たらさ、お前さんこれと塩梅悪いから、ちょっと隣の部屋に行ってくんないか。でね、このぐらい戸を開けてね、こうやって覗いてもらって、面白いものが見られるかもしれないよな、そこにいておくれ。うん、で、声出さないで、声出さない、うん、ね、で、それ、おでんもつっていいからさ、うん、ちょっとなんかあれか、ご飯でもつけるかい。旦那、なんとおしました、ご飯、あれ、この世の中にご飯というもの。分かった分かった分かった、いいから静かにしておいてくれよ。おう、トラさん、どうも、悪いね、呼び立てちゃってよ。うん、いや、どう、何の用なんだよ、俺忙しいだよ。何の用だ、何の用だ、何の用だ、え、何の用だよ、え、何の用だよ、え、何の用だよ、怒られてるみたいだね。え、いや、ちょっとお前ゆっくりしておいて。お前さん、どうだい、お腹の方は、うん、空いてないかい。何言ってんだよ、飯食ってきちゃったよ。そうかい、いや、実はね、つたの屋さんの美味しい料理があるんだよ、まあ、やってもらおうかなと思ったんだけどね、冗談じゃねえよ、なかなか、んな、美味しい料理やるって言ったって、俺腹いっぱい、もう食えない食えない。そうかい、困ったな。困った、困った時は相談してくださいよ、任してよ、そういうの、人の困ってるのは俺が助けなきゃいけない。いいよ、食ってやるよ、食ってやる、何でも食ってやる。そうかい、任して。そうかい、分かったよ。じゃあ、ところでお前、酒は飲めるかい。酒なんてほら、水代わりだ、いつも。あ、いいよ、飲んでやるよ。そうかい、これなんだけどね、大阪のね、灘の木一本ってやつなんだよ、ほら、おいしいよ、下り酒ってやつだな。まあ、お前さん、つむか、ほら、はい、え、これかい。うん、
本物はうまいんだけどな、うん、よくわかんねえな味が。もう一回、もう一回、はい、分かった、はい、はい、はい、な、うん、まあまあかな、まあまあ、まあまあ、まあ、そうかい、まあまあね、だけ、やってくれ、あの、おいしい、おいしい、おいしい、お刺身があるから、うん、やっぱりね、刺身はね、でもな、こんなんじゃ、やっぱり俺はよ、マグロだろうね、マグロ、うん、赤身と言わず、トロと言わず、まあ、中トロぐらいが一番うまいね、タイのお刺身なんてこんなものね、こんな子供が食うもんだよ、白身魚なんてダメだよ、大変なんかも、男はマグロだよ食えねえな、こんなの。そうかい、食べられないかい。じゃあ、隣にあれがあるんだろ、美味しいのが、ん、うん、の俺、美味しいのがよ、上等のなんだよ、うなぎちゃんかい、洋食だろ、立派な和食ですよ。え？ねえ、食えねえ。いいから見ろ。ダメダメ。なんつったってよ。魚は泥ったん中になたくてあるってな。ほんで生きてる、そういううなぎがうまいんだよ。な、養殖で口開けて待ってるようなところでポイポイ放り込まれて太ったような、そんなのはまずい。食えない。食えないかい。弱ったね。そうかい。じゃあ。そうだ、お前さん、いいものお前さん、お、あのね、これはね、まあ有名なチリトテチンっていう食べ物なんだけど、舶来品ですよ、うん、おぎよ、持ってきておくれ、これで、これだよ、そばで見ていたい、ダメですよ、あなた、そっちに行ってません、これは美味しいんだよ、そうだい、お前さん、好きだろ、知らねえ、俺食ったことない、ああそうか、あれでも有名だよ、俺知ってるよ、チリトテチンってな、そうかい、そういうのがあるの、あるんだよね、はあ、一度見てみたいと思ってたんだよ、うん、そうかい、ならあるのかい、はあ、じゃあこれだ、はい、すごいね、え、いや懐かしいね、懐かしいかい、懐かしいね、涙が出るぐらい懐かしい、うん、俺はもうチリトテパーティーなんか家でやってんだからね、え、そうですか、これがあるここに、嬉しいな、一度お目にかかったことはないんだけどね、でも国じゃチリトテのトラなんて言われてるんですよ、私、そうですよ、風天じゃないチリトテのトラですよ、うん、そうですか、いただく、うわ、しかし、しかしあれだな、これはうち帰っていくか、これまたその瓶の中入れてさ、そんなこと言わないでここで食べておくれよ、有名な美味しいもんだからおい食べれるだろ、うん、うん、まいったね、うん、おい、じゃあ、ええ、うん、足なんかいらねえ、うん、酒かい水かい、美味しかった。そうかい、うまかったかい。どんな味がするんだい。うん。
豆腐の腐ったような味がします。どうもありがとうございました。